今回は人気投票ガチャを引きまくって運営さんが明かしてない確率の闇暴いていこうと思います。であと新規の人に向けてリセマラ動画ちょっとそれも作っていこうと思います。で今のモンストのリセマラって、まあ、爆絶マルチも終わりましてこの人気投票ガチャだけになっちゃったんですよね。でこのガチャって、まあ、確率が出てないわけなんですよ。だからそれちょっと気になったから調べてみたいなと思ったのと、あとリセマラで今後、まあ、人気投票ガチャでリセマラするわけなんですけど、私なのソシャゲ始めるときって 100% リセマラするんですけど、あのここで終わってもいいよみたいな LINE を書いてくださってる攻略サイトさんってあんまりないんですよね。だから、まあ、私が調べて例えば10連で星5、4体出たから結構運のいい方よみたいな。ちょっとこれ確率書いてないもんね。あとちょっと気になってるのがこの人気投票ガチャの確定枠あるじゃないですか。これもあと未確定枠の9枠の10連だからこれの確率って均等なのっていう、今後人気投票ガチャを引くにあたって、まあ、そういうのも気になってたんですよね。ちゃんと確定枠これ均等になってんのかみたいな。なんでちょっとその辺も明かして、まあ、来年の人気投票ガチャに向けて、まあ、ちょっとそういう意識も持っておきたいと思います。あ、ちなみにリセマラするんだったらこれもキャラの見た目が気に入ってるならそれでいいけど、性能だけで見たらトップ20引くのがまあいいんで、これ引いてったらいいんじゃないですか。なんでまあ、とりあえず、目標は1000連して、データ取って、いや、10連で5体ぐらい出る確率は1000分の何みたいな、そんなんももろもろ計算していきたいね。で、最終的にはこんなリセマララインで終わっていいんじゃないのみたいな、そんなん、ちょっと明かしていこうかな。で、まあ、トップ20引いていきます。あと、前回の、なんか最強リセマラ動画で、タスクキルしてやった方が早いっすよ、みたいになったんですよ。だから、ここで終わって、1個戻ってきて、まあ、これが早いよ、みたいな。あ、ちなみに今祝福の通知出たね。祝福の通知はなんかピックアップ初ゲット疑惑の確定演出あるから、まあ、これ初ゲットキャラなんか出るんじゃないでしょうか。でこれでタスクキルして戻ってきたら早いよっていうコメントあったんですよ。だからこれいいえ、はいはい。でこれで中身確認して見るのが早いみたいな。あ、何出てる。うおビーおーもう。でこれで、デドラビー、まあ、これは全然まだまだですね。でリセマラするときはこのオプションのその他からアカウント再登録これを押して、まあ、はいはいすると、まあ、もタイトル戻ってきて戻れますよっていうのが今のモンストのリセマラだから早いんですよね。でまあ基本的にコラボでやってくるからコラボキャラ目的だと思うけど、いやーここでなんか強キャラ出してちょっと緩い方のリセマラで終わってちょっと進んでなんか目的の、まあ、コラボキャラのなんかいい感じで引くみたいなのがいいのかな。これも片手間でやってるけど多分これやっぱそうね、だいたい2倍くらい 1.8 倍くらいの速度で弾けるのかな。これでこれタスクキルする通信中終わった段階でもう終わっていいもんね。まあこれが今のモンストにしまうかなり早い方だと思うけどね。なんかこういうのもできるんだみたいな。いや今年の運営さんのなんかこういうシステム周りのアップデートすごいね。ルームベータとかあとお一人モードとかもそうだけど、これも今やっぱ2倍くらいの2倍くらいの速度でできるので、これはちょっとまだ分かんないからいい絵をして、ほい、あ、サンダルフォン、うわルーシファールーシファーとサンダルフォンとモンタナか。いやーどうすかって言われるとちょっとうーん、いやこれもいやー終われないっすねこれ。まあ、こんな感じでやっぱタスクキルすると2倍くらいのこのボタンポチポチと比べてできるから、まあ、余韻はかけらもないけど、まあ、リセマラに余韻なんて必要ないでしょ、きっと。なんで、ま、この辺じゃ終われないから。とりあえず、じゃあ、めちゃくちゃ引きまくってくるんで、まあ、ちょっとここの流れはもう見せたんで、一気に飛ばして、ちょっと引いた後のデータ取ってきます。さあ、皆さんデータ集計終わりました。1000回リセマラしてきましたよ。お前本当に1000回もリセマラしたのかって思われる方もいらっしゃると思うんで、ほら、もう証拠に一個一個ちゃんと画像届けたのね。これが証拠になってます。うわ、暇人かよ、みたいな。なんでこんなことしてんだろうって思いながら、ずっとリセマラしてましたね。新しい端末作るわけでもないのに。はい。じゃあ、紹介いきます。で、無料ガチャなんで、運営さんが記載してない3つの確率。10連での星5、6キャラの出現確率。で、確定枠20体いるうちで、それぞれのキャラの出現確率。で、未確定枠残り9枠のうちのキャラごとの出現確率。この辺を調べてきましたね。じゃあ、発表いきます。じゃあ、まずは、10連での星5、6キャラの出現確率なんですけど、ガチャ回数が9171回に対して、星5、6キャラは、1130体出てきましたね。でこれ1枠確定なんでそこカウントしてないからその1万回ガチャしてきたんですけど、ガチャ回数は9171回っていう感じになってます。でこれの確率なんですけど、そういうことで計算すると
12.32% っていう感じになりました。なんで、まあ、もともとモンストのガチャって 12% って言われてるんで、あながちずれてないから多分、まあ、この辺は誤差の範囲でしょってことで、まあ、12% で間違いないんじゃないかな。じゃあ次は確定枠の方のキャラごとの確率調べてきましたね。で、1019回リセマラしてきたんで、それをまあ確定枠20体で割ると、おおよそ大体みんな51回ぐらいは出てきてくれるはずなんですよね。だから、まあ、それがどうなってるのかっていうグラフを、まあ、作ったわけなんですけど、こんな感じ。ちょっとわかりにくいけど、ちゃんと綺麗にそれぞれのキャラ何回出たって書こうと思ったら、すっげえ編集ソフト重くなったんで、ちょっとこんな感じのわかりにくいやつでごめんなさい。で、この黒い横の棒の線が51体のラインなんで、みんな大体それぐらいの回数は出てるってことが、まあ、多分均等になってるのかな。で、明らかに突出してる、その出てるやつと出てないやついると思うんですけど、これらが、カマエルとザドキエルなんですよね。だから、まあ、これらのキャラ、別に出やすくしたり出なさすぎたりするような感じのキャラじゃないんで、まあ、単純に1000回しかやってないんで、多分1万回ぐらいやったらみんな大体収束するでしょってことで、まあ、確定枠、その強いキャラ、弱いキャラで、おそらく、そこまで大きな差作ってないんじゃないかな。多分均等に作ってるんじゃないのかなっていう気がするね。で、最後に、未確定枠の方のキャラごとの確率、100体いる中でみんな均等なのかっていう話なんですけど、これ正直ね、試行回数全然足りてないんで、まあ一応、回数としては平均してみんな 11.3 回ぐらい出てきてくれると、まあ大体均等になってるんですけど、で、これすっげえわかりにくいグラフになっちゃってるんですけど、まあこの黒の横棒の線が大体 11.3 の均等の平均のラインになるはずなんですね。だから、まあそこまで大きな差は出てないんじゃないのかな。みんなちゃんとこの、11.3 の前後ぐらいにいるんで、まあ、回数もっと、あと多分10倍ぐらいやんないと収束しないんじゃないかな。で、明らかに突出してる、この3体のキャラいると思うんですけど、それぞれ、ビナーとノアと風雷なんで、まあ、限定キャラだから、で、強さ的にもそこまで、なんか、調整するようなキャラじゃないと思うんで、まあ、多分、普通に、試行回数少なすぎるからずれただけなんじゃないのかなっていう感じですね。で、あとこれ気になったんで、その100体いるから、それぞれ工場とか鳥獣とかの体数のキャラがそのまま出る確率になってるから、それ計算してみたんですけど、一応これだとね、みんな工場だと36体いるから、出る確率は 36%、工場自体のキャラがね。で、これが、まあ、35.8% とか、大体みんなね、似たり寄ったりな数字だったんで、これ多分均等になってないと絶対ずれるはずだから、まあ、やっぱり、未確定枠もちゃんと均等な確率になってんじゃないか。強いキャラ、弱いキャラ、みんな同じ確率みたいな感じですね。というわけで結論としては、10連の星5、6出現確率はいつものモンストのガチャと一緒で約 12% になってるんじゃないかなと。で、確定枠も未確定枠も、各々のキャラ、強い弱いキャラ関係なく、みんな均等になってんじゃないのかなっていう結論になりましたね。だから、別にこれじゃあ明かしてもいいと思うんだけど、なんでわざわざ隠してんのかな。人ごとに変えてるとか、そんな怖いことやってたりすんのかな。まあ、なんで、まあ、ちょっとそれはわかんないけど、一応こんな感じの、まあ、思ってるような感じになりましたね。あとはこの動画ね、初心者さんへのリセマラ参考動画というものも兼ねてるんで、一応確定枠の中でこれらのキャラがいいんじゃないんでしょうかっていうランキング的なのを作ったんですけど、こんな感じで、アムリタに関しては1ヶ月前まで一番上だったんですけど、ちょっと今これ撮ってるの1月2日なんで、あのネオが実装されたから火の豪絶、大体ネオがすごい強いんですよね。だからアムリタはもともと火の豪絶とかその辺いけるよって話だったんですけど、まあネオでもすごいいけるようになったから1段下げることになりましたね。で、周回では多分やっぱりカマエルの方が良さそうなんで、カマエル一番上で、あとはネオの補助用としてアナスタシアの砲撃型の方とか、あと周回神殿の周回用としてアナスタシア強いから、まあ一番上でこの辺出しとくといいんじゃないんでしょうかって気がする。で、これ今撮ってるのが1月だから、もしかしたら9月とかそれぐらいにやってる人はルシファーとかアーサーとかその辺エクスカリバーとか、もしかしたらなんか重心化とか重心化回とかして一気に変わってる可能性あるから、まあその遅れてやる人はあんまり過信しないでくださいね。あとは確定枠以外のキャラだと、これらのキャラ出てきたら結構いいんじゃないのかな。で、まあこれはあんまり考察してないんで、人によってこれらのキャラもいるだろうとか言う人いると思うんで、その辺はまあコメント欄で書いていただくと他の人の役に立つんじゃないでしょうか。で、基本的にはやっぱり強いキャラと、あとは今年重心化とか回しそうな感じのキャラ、まあなったら強くおそらくなるでしょっていう期待を込めて、まあこの辺のキャラも入れときます。じゃあ強いキャラとかの解説も終わったんで、リセマラの終わっていいライン的なのを話してこの動画終わろうと思います。じゃあまずモンスト、まあ、とりあえずモンストやってみるか、くらいの軽い気持ちで始める方は、S ランクのキャラ1体出ればそれでいいんじゃないのかなっていう気がする。で、これ確定枠から出すだけだったら、多分1時間もかからずやればすぐ出ると思うんで、まあテレビ見ながらとか、そういう風にやれば、そんなに苦もせず出るんじゃないのかな。で、これ固有のキャラ名使わないのは、ちょっとこれから先、何か情報修正とか重心化回とかそんなんで、すごい立ち位置変わるキャラもいるかもしんないんで、まあこれを遅れてみる人は、なんか攻略サイトさんとかそういうの見たりして、ちょっと最新の強いキャラちょっと追っていただきたいですね。じゃあ次に、やるんだったらちゃんとリセマラして始めたいっていうモンスト頑張る勢の方は、
S ランクのキャラ1体と S から A ランクのキャラ1体以上とさらにプラスアルファがあるといいんじゃないのかなっていう気がする。でこれは正直偏りとか運とかそういうのに関わってくるけど、累計5時間リセマラやったんだったらまあ1回ぐらいは出るでしょっていう気はするんですよね、体感で。一応このラインで終わった感じのやつ引っ張り出してきたんですけど、こんな感じのやつ、片方はカマエル出てて、アムリタも出てて、あとコウもいるっていう感じで、もう片方はアムリタもいるしアナスタシアもいるし、でビナーも出てきて、これ重心化してすごい強くなったんで、あとアザトースもいるっていう感じの結果になって、これくらいはまあそれぐらいの時間かけたら1回ぐらいはこんな感じの結果出るんじゃないのかなって。もちろんこれ狙ったら地獄見るけど、まあこれ級のいい感じのキャラ出るんだったらそれぐらい5時間もあれは出るでしょうって思いますね。ちなみになんですけど、今出してるこの表はリセマラ1019回やった結果をまとめたやつなんですけど、実は確定枠以外で爆死するよりも確定枠以外でなんか出る確率の方が高いんですよね。爆死してるのが 33.7% で、何か出てるのがそれ以外ってことで、だいたい6割7割ぐらいは何か出てるんですよ。だからまあさっき最初に言った何か出たら頑張るぜの方も、まあもうちょっとその S ランクプラス何でもいいから出るみたいなのをかけた方が確率的には高いっていう感じになってんですよね。ちなみになんですけど、唯一1回起こった確定枠以外で6体合計10連で7体出るっていう奇跡のような確率出したやつはこんな結果なんですよね。ブレイク、オニマル、エクスカリバー、リョーマ、茨城、アキレウス、モノノケ少女。まあ、ぶっちゃけこれ、出たはいいけど質はあんまり良くないんで、まあ、出ただけっていう感じですね。で、リセマラしまくった中で一番出たいい結果はこれ。カマエル2体、ザドキエル2体、アルセーヌ2体。もうこれ見たら、これでやめるやつはドアホーみたいな感じの。まあ、それくらいのいい結果ない。まあ、こんな感じのやつ求めようと思ったら、まあ、1000回やって1回出るかどうかぐらいの、まあ、それぐらい貴重な確率なんで、こんな感じの結果出たら、まあ、始めた方がいいっすね。そんな感じで、まあ、リセマラ解説と確率検証をやってみた結果でした。参考になったら幸いです。終わり、ごきげんよう。